パケンジ8月31日隊は、日本の銀行家。平屋家、銀行相談役。公益財団法人山形美術館幹事。社会福祉法人山形命の電話理事長。山形県米沢市出身。長谷川基地内食産総合銀行社長の養子氏山形県立米沢工場館高等学校、慶応義塾大学経済学部卒業後。 松下電気産業に入社。その後、長谷川家の家業である電気関連企業、丸谷に転じ、社長に就任する。1983年、食産総合銀行社外関西役に就任する。以降、常務等歴任。2000年、専務米沢支店長を務める折、 省内銀行との合併構想に距離を置いていたこと、創業家出身であることが勘案され、隕石辞任した、金内敏夫頭取の後継として、トップに就任した。2007年には、植産銀行と山形幸せ銀行の合併に伴い、誕生した、平屋家銀行頭取に就任した。しかし、翌年の経営人刷新によって、非常勤相談役に退いた。 2003年から旧地の弁護士である古沢茂堂からの勧めで山形命の電話に関わり始め2018年11月に死去した古沢の後を受け理事長に就任した長谷川一族は江戸時代中期以降山形商業の基幹産業となった紅花を取り扱い最上川水運や日本海航路による京阪神との 貿易により財をなし、山形市を代表する豪商となった。また、山形藩御用商人として、市内外商家の指導的立場となり、明治維新後の帝国議会解説に際しては、一族の総長である丸町、長谷川家の当主、長谷川直則は、第一回貴族院議員に選出された。丸町、長谷川家が衰退をたどった後は、山形市三日町の丸山。 長谷川家と同志十日町の丸や長谷川家の両長谷川家が、財界の重鎮として、明治、大正期の山形県経済の発展に貢献をした。1938年、四代目、長谷川基地内が死去したため着村である、基地六が基地内を襲名した。そして、この五代目基地内が、食産総合銀行第五代社長となり、県事を養子しとした。 丸谷の本社社屋として使用されてきた蔵屋敷が観光物産施設山形丸ごと館暮れないの蔵として改装され2009年12月6日にオープンした日勤祝殺版37班2000年日本金融通信社2001年 AB 同窓会ニュースこの人山形命の,の電話理事長長谷川健司さん米沢工場館同窓会 https://ionezawakojokan.jp/.event/.news/.20181228.html2019 年1月5日閲覧 ?ab 食産総合銀行編、食産総合銀行60年史。食産総合銀行、1974年。山形丸ごと館がオープン。 中心外活性化の拠点に、山形コミュニティ新聞、http://www.iamacomi.com/.1592.html2014 年5月10日閲覧ありがとうございます。